ベントが使える人物を洗ってほしい。富士宮対抗チゲしかいないんじゃない、うん、ベントだったら先に富士宮から釣ってほしいけど、うん、わあ結構読み合いだったね今のは。でもスキップ正解だった。あらららら、あ、よろしくお願いします。ちょっとお手洗い行ってましたけれども始まったらマットウェイト、うん、ナイスナイスナイス。ちょっと始まってたんですけど、うん、お手洗い行ってました今。あれ、なんかね、2人トイレ行った気がするなって、うん、いや問題ないです、まあまあ、はい、じゃあ釣っときますね。ありがとうございます。おかえり、ありがとうございます、うん、嬉しい。ん、マットだマット、うん、嬉しいあ、バレて草一割一悪くてこれいけねえちょっと一回リセットかけるか。一回クソ棒してリセットかけるわ。ナイスボタン、ハイブリさん、はいはい、え、ハイブリさん今アーカイブからラウンジ行って、うん、アーカイブからラウンジすぐ行ってラウンジのトイレ全部開けてトイレタスクだけ行ってまたアーカイブ戻りました。うん、そんなトイレ行きたかったんですかいや別にそんなに変な動きじゃない。普通じゃないタスク、なトイレタスクしかなかったから、はい、あ、右側に、うん、なるほど、右側もあとは配線が湧くかぐらいしかないよ俺は。アーカイブからトイレタスクやってアーカイブに戻ってきたのが変っていう話ってことですね。アーカイブシャワーとかのタスクがあるんだったらトイレよりもそっち優先するかなって思う。いやでも右側に、いや右側にトイレしかなかったら僕はトイレ優先します。そうだから多分ハイブリさんがこれ以降右側にいたら怪しいかなって思う。だから配線が湧いたら行くで、うん、ダメダメ不死身インポスターかな。今動きおかしくね、なんで僕に追いついてんのこれ。ん、富士宮人外しかありえなくね。富士宮絶対インポスターだこれ。だってはしごを登った僕がいてそれで金庫行ってんのに僕に追いつくってありえないからな。普通に考えて、違うか、藤宮じゃないか。いやー申し訳ない、はい、おいミーティングのボタンの上です。ごめんなさい、奥まで見ればよかった。アルブリしろ、はい、慎太郎くんしろ。同じく僕みたいなトータスさんも無理。アルブリ慎太郎トータス、うん、僕も一緒になりませんかトータスさん。見てないあー、これが白石の通り過ぎてみましたあー、それは白いなガンキです。ガンキです。アップロードでーす。どっちアップロード？セキュデイス。ああ、僕テンポアップロードです。アシューコミュニケーション直してます。これみんな直して、ああじゃあアシューさん厳しいです。ブテさんはビデオテープタスクやってアップロード。ビデオテープタスクやってない。え、何やったんだじゃあ。エレキからホミさんも直したのって誰。まあいいか、アシューさん。アシューです。アシューさん、アシューさん無理そう。あ、ごめん、ちょっと待って。最終位置は通路です。セキュキッチンの通路です。え、僕とエレキですれ違った後何やりました。エレキですれ違った後はカメラを回して、あ、カメラ回したのか。あ、そう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 。あ、じゃあそんなに違和感ね。アップロードだけだったらめっちゃ短いと思ったって感じです。富士宮キッチンです。タケネロフジプテ、うん、あ、僕は展望からほぼ出てなくて多分慎太郎さんとしか会ってないから。ああ、そうですね、初動の方にキッチン席間ぐらいで会ったっけ、うん、
うん。ちょ、僕は金庫宿舎でミーティング登ってるんで、金庫への弁当は不可能かな。あ、ドア閉まってたってことですか。うん。うん。確か。ほら、梅木さん目線ってほぼミーティングの奥に犯人がいるんだよね。多分そうなんだよね。ごめんね。あ、じゃあ藤見はさ、ドア状況言える？うん、キッチン展望は開いてて、今俺がねキッチン武器庫を開けようとして、開けたかどうかがね、ちょっと開けきったか開けれてないかが覚えてないんだよね。ただキッチン展望は確実に開いてるのは覚えてる。まあそうだ、そこしか開いてないはず。逆に、うん、俺が入るときに全部閉まって俺が開けていってるから、他に入ってきた人がいなければ、うん、そこは閉まってる。ちなみにアルマって僕にしろ出るのこれ。いやー出ないけど、僕がエレキにいるのを分かった状態じゃないですか、プテさんってインポスターだった場合、うん、そこを通過していかないといけないから、まあ、若干しにくそうだなっていうのはあります。僕がインポスターだったらそこ通りたくないから。でもキッチン側には人がいるらしいから、難しそうじゃない。うん、うん、まあむずそうだなと思います、うんうん、挟まれてる状況かな、うん、ふうふうい, い感じに容疑者になりたいな。ちょっと減らして、スーッと逃げ停電なんて直せません。あたし、はい、アンラー金太郎くん、リアクター右で死んでます。あシャワーから来る梅健さんと今一応すれ違ってるけど、どうだろうな。直近ですよね。うん、多分キルクールがそんなに立ってない気がする。金太郎はタオルタスクから多分向かってるはず。うん、藤宮か赤瓶残して僕はシャワーを置いてます、うん、あ、じゃあ梅健さんしろか。藤宮慎太郎で、シャワーでタオルタスクやってて、慎太郎が先抜けてこれだから、まあ5秒以内だと思う。じゃあ梅健さんがり、そのタロシンの位置はどこなん、各上の方、その右の。あ、ごめん、あの停電中なんで、入って光ってちょっと階段を降りたぐらいで、はしごじゃないで、階段のところちょっと進んだぐらいで。ああ、オッケーオッケー、了解。ああ、じゃあ、ヌーンは右にあった。そうじゃない、ネロちゃん。うん。うん、鬼君も多分厳しい、うん。ドアが閉まってたから。うん、そうそうそう。鬼君は厳しいと思う。ヌーンは初手で僕が右に動かしてます。うん、はいはい。今もう自分を見てて最終コックピットです。ね、ネロ足は無理です、お互い。うん。梅あるも無理です。うん。で、ハイブリがセキュリティなんですけど、アルマ君とエリキで また。ああ、ハイブリさんには僕から白が打ってます。あの、エレキから左に行くのを置いてって、僕がメインに上がってるんで、うん、大丈夫です。うん、富士宮視点だと5秒以内なんで、まあ、トータスさんのセルフよりはメインからのショコキ右ベントが濃厚かなと思ってます。でも、上にあったんですよね、多分下行って。上、はしごより上。いや、ただシャワーは俺とか梅健さんが塞いでて、トータスさんが、アーカイブ右から入ってるってことよね。うん、うん、そう。うん、これダウンロードして、あの、まあ、浮いてるシャーベルトもあるか。タケネロアシプテって、プテがコクピットか。で、うん、キッチン脇、タン脇です。ううキッチン、タン脇、展望、キッチン、武器、コクピットです。一応、武器庫とエンジン左側の扉は閉まってたんで。あ、エンジン左は行ってないですね。ベントが使える人物を洗ってほしい。基本、その人と俺の対抗でいいかなって思ってます。まあいっぱいいるんじゃない、浮いてる人がいっぱいいるから、うん、あ、ネロちゃんと誰がショートリやってるんでしょ、足湯さん、足湯さんか、で、うん、鬼木も無理かなっていう。あ、うん、じゃあもう藤見の対抗チゲしかいないんじゃない、うん、ベントだったら、うん、ああそうなん、まあ初手も容疑者だったもんね。僕初手結構厳しいって言われてるから、先に藤見やからっつってほしいけど、うん、わおミニホンみたい。初手は一応まあ扉情報はオッケーオッケー。いやー結構読み合いだったね今のは。でもスキップ正解だったわ。あーでも停電中か、これ押されちゃうな。
はい。普通まあ表だけ洗っとく。え？ん？あ、大丈夫です。僕は藤宮に入れました。表だけ洗っとこう。スキップ僕で。あ、僕スキップ入れちゃいました。まだ早いかなと思ったんで。スキップです。スキップがアルマ？アルプテ梅。アルプテ梅。はい。ハイブリーは藤宮くん。藤宮くんは、あとネロちゃんと、もう一人は？藤宮投票、足湯。じゃあ、はいはい、ブリネロ足が藤宮。うん。うん、なるほど。で、でプテさん投票が俺と、はい。トータス。桃藤竹。うん。プテさんはなんで、スキップしたんですか？いや、完全に詰まりきってはないんじゃないかと思ったから、一回スキップ入れたけど、まあ。確かにチゲスキップ意味わかんないな。うん、そうなんですよ、ね。プテフジはお互い入れ合えばいいと思っちゃうな。うん。プテさんが今まで状況がなんかなってたような気がします。今俺メイン上げてさ、一回、はいはい、直しに行こうとして、そしたらプテがアーカイブから降りてきて、寝てるのを直すとそこからも。ボタンを押しに行こうと思ってたんだよね。でもまあボタンも、溶けてくるってこと？いやでもボタンは消費してたから、あ、やっぱタスクしようって思ってタスクした。ああ、そういうこと？まあ、俺目線はプテさん目線で詰まりきってないと思って藤宮に投票しなかった場合って LINE を追ってるってことですか？いや時間が短かったからもう一議論挟みたかったなって思ったの。うん、もう一議論挟んでも結局この票の話しかしてなくない、うん、こんなに割れるんだったらまあもう釣り始めちゃった方がいいだろうね。一応その LINE だけ考えときたいんだけど、ムメアルとネロアシ、うん、ネロ足向けようかな。いや、ハイブリさんには僕から白が。ね、どっちかって言ったら、梅あるハイブリの3人、うん、鬼キネロちゃん、足湯の3人で白を取り合ってる感じだと思う。ただ、俺から視点だと、梅剣の白は出せないけどっていうぐらい。うんうん、梅剣さんはどっちにしろ多分、藤宮から白が出ると思う。あ、そっかそっか。じゃあ、そうね、その後メインであれまた合ってんなら、うんうん。いや、プテマットだった時に誰かできるかなっていうのが。トータスぐらいじゃない、うん、俺ぐらいじゃない、うん、ぐらいか。俺今回のでだいぶプテさんマット2が上がってきたけど。ああ、マジで。俺追っかけられたからプテ切りに来てんだろうなと思ってたけど。どっちからでも大丈夫ですよ。ランでいいじゃないですか、フジプテの。じゃあ俺プテに入れちゃおう。おぉ。セルフジミア投票誰ですか、割れるな。僕、トータス入れてます。はい。僕は票変えました。あ、俺も変えました。うん、完璧な表調整だ、素晴らしい。終わりじゃー、この世界は。え、プテさんマットじゃないの？マットじゃないよ。マットと思った。両インポスターなの？いやいや、来る。あ、来る。ああ、まあその嘘はちょっと騙されないから、ま、ああ、そうですか、すいませんでした。さすが人狼勢。よし、もう一匹行け、もう一匹行け。ほら、いや、これ1キロ入ったらでかいんじゃない？結構1キロ入ったらでかいね、マットからのお土産。もう一郎が立っていい位置にいるんじゃない？わかんないけどね、いい位置いそう。うん、お、ナイス、やった。え、うん、あの藤宮くんがゴリゴリに切ってたよ。まあ藤宮だよな。目の前で、トータスメケンが目の前で切ってるか、ここに陣外かな。トータスメケンが目の前、もう同時キルしたってこと？え、俺の目の前にその2人がいて、トータスさんが切ってた。そこでダブキル狙ってたかな、うん。ミーティングにいてて、ミーティングで俺の姿見た瞬間、奥に引っ込んでて。俺が今、昇降機右を直してて、右に一緒に竹尾、トータスメケンの、3人がいた状況。さっき藤宮が切れた。藤宮って昇降機右についた時ってどういう状況だった？俺がヌーン移動して、誰もいない状況。左はなじゃあ、時点で藤宮陣外なんで投票します。さっき4票、うん、誰でしたっけ？僕と、あ、僕です、僕。ある梅桃は入れてますんで、一応、チェケハシ、藤宮入れたって言ってたけど。ごめん、俺は票変えちゃってる。最初、藤宮、次がプテ。2社も同じく。プテさん、1したい、これ。いや、プテ、いや、1したい。あ、あれ？道連れ起こってる。ですよね。うん。そう、バイタル見て、そしたらクルー、あ、竹尾さんがいてるのかな、そしたら。あ、ん、これ誰がお土産、あ、じゃあ、鬼木がお土産、誰が連れて帰ったんだ、これ。ハイブリさんか、ハイブリさんだ。ハイブリさんか、竹尾さん、どっちかが不思議な気がしてるのか。いや、竹尾さんが切られてるから、ハイブリさんが連れて行かれてるよ。あ、そうだから、前日の不思議な票は、そのうちのどっちかってことですね。うん、
申し訳ない。まあいいや。じゃあネロちゃん、アシューさんが怪しくなるって感じ。怪しくならんじゃない？いや、俺の感覚的に梅健さんやったんじゃないかな。じゃあ何か、何か。いや、今ね、欲しかったんだよね。ダブキルなんじゃない？あ、でも分からんな、それは。俺、上にいたから、藤宮君は相方でも多分見えてないと思う、俺のこと。あ、そこ、怪しくなるんか。怪しくなります。僕。猫。はい、ナイスファイト。バレたね。いやでも藤宮初手めっちゃ殺そうとしてたでしょ、僕のこと。ああ、してたしてた。だよね、あれ。連打してた。だってよく考えたらなんであいつ金庫行ったのに今ここにいんだよと思って。やばと思って。見えてたか。おお、危なかったなあれ。危なかった危なかった。あんまりやってよかった。ここに。はいはい。ちょっと僕頭痛いんで。あ、で。あら。休みましょう。あ、大丈夫。マジで。ちょっとお大事にしてください、うんうん、やばいねそれ。休みましょう休みましょう、うん、もういいんじゃないですか。あらあれあら、米サバ直しました。今ドア開けて米のとこに来ました。特に誰にも会ってないです。これ結構やばいかもね。どこのドア開けました？だって米か高田さんもなんか熱っぽいみたいな話だったでしょ。あ、閉まって、開けたはず。あ、まあまあ閉まってはいました。直したのどっちなんですか？あ、僕が直してます。うん、中まで入れてない。え、じゃあ武器庫上はどうなってました？見てない。エンジン込みドア開けて終わりぐらい。今ドータスさんってどこにいました？メインで湧いて、エレキ、いや、メインじゃない、貨物で湧いて、下回りで、エレキで作業して、メイン上がって、今、メインエンジン間ぐらい。誰にも会ってない。タスクはどうですか、ちなみに。あと1分。あ、俺はもうね、終わってます。そこあと1個です。俺、終わる。ああ、みんな終わるんだったらタスクの方がいいかな。タスクでも1分あれば全然。うん、終われると思う。いやー、これ分かんないな。トータスさん結構てかそうっすよね。うん、これネロちゃんだと思ってる。あれ3票ってきてネロちゃん誰入れてましたっけ？俺は藤宮に入れてます。本当に？いや、あの時はね、うん、多分嘘つけないと思う。9人全域残ってる時に答え合わせして、うん、票がブレてなかったから、うん、あの時藤宮入れてんのめっちゃいい票かな。いや、そうだから結構え、でその後のターンで俺あのプテに死ぬほど追いかけられたせいで俺プテインポスターなんかなと思ってプテに入れちゃったっすけど結果マットだったんで、まあ、あれは俺が悪いっす。あん時藤宮くん入れてんのか。じゃあ分からんくなってきた。あ、まあタスクでいきますか。うん、タスクでいいと思うけど。頑張ります。1分ありゃ間に合うはず。じゃあ死体はスルーぐらいの感覚かな。うわあ、どう、あ、わかんないな。正直さっきの藤宮が桃梅の前で切っても別に白くはなんないんだよな。耐えろー。どうします？するんだったら俺はもうトータスさん一貫で終わるなら検索かと違って頑張ります。頑張ります。はい、じゃあタスクでいきましょう。ちなみにさっきリアクターね、ネロちゃんが直してくれてるんですよね。左側、そう、左は俺が直してる。あら、右は俺と鬼木で直して、うん、犯人いない説。え？響いてねー。耐えたねー。これあるよ、うん、投票が響いてるよ。響いてるよ。いや、あの調整すごい良かったな、うん、ね、絶妙だった。調整してたんやな。そうね。いやいや、もちろん狙ってないですけど。まあ、さんはスキップしてたんだよね、自投票じゃなくて。いや、うんうん、そう、スキップ、うん、結構入れそうだったから。うん、うん、あれも藤宮4票の時も僕ちゃんと入れてるからな、藤宮に。おお、攻めてる。洗ってくれたら嬉しかったんだけど。うん、うん、死んだ人が入れてたことになっちゃった。武器庫で一致したい。お、もう血上がってんだ。あるよー。お、ネロちゃんが嫌いと。どっちがあれ、イービル？ネロちゃんじゃなくて俺がイービルな。ああ、なるほど。まあ、リアクターでいいと思うな。お、稼いで、もう、あ、これやばくない？もう向かってもいいんじゃないか？発見されなそう。いや、ネロちゃん、どこにいるもん？梅健さん、梅健さん、梅健さん、どこにいる？何やってる？ああ、やばかった！惜しい。惜しい。ネロちゃんか。
絵画鑑賞してたんか。ナイス。絵画見つかってるやん。もうロングの人で見つかったら終わりなんだよな、あれ。え、お前最後どういう状況だったの？え、最後なんか金庫の絵画のとこに隠れてたね。タスク終わったからもう何があろうとも隠れとくしかないから、金庫の上行ったらさすがにポスター見らんやろと思ったら、むしろよく見つけたの。あ、じゃああれか、アドミンからやってたね。そう、アドミン見てたね。見て、ロングにいたら分かったんだけど、ね、そのね、怪しまれたら嫌だなと思って一応上から行ったらいたんだよな。ああ、そういうことか。なんかネロちゃん何休んでんだよと思って早く行けと思ったらそこの裏側にいたってことか。金塊裏に、そう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 、あ、金塊裏ってか海岸のとこにいたんだよね。海岸のとこいた。あ、かっこいい時間だったわ。ズマト、いやー、ナイスキル。